ナイス d t m 皆さん、こんにちは。音楽スクールで DTM クラスを担当しているキックです。いつもありがとうございます。今回はオーバーラップ問題というのを解決していきたいと思います。これは結構ね、入門ですとか、最初の頃にね、 えー、ロジックを使い始めて、この問題にぶち当たる方は意外と多いので、僕もぶち当たったことあるんですけど、<laughs> あのお伝えしたいと思いますね。ね内容としては、オーバーラップなんですよね。例えば、作曲をしていますよね。これリージョンがたくさんありますよね。これねリージョンがいくつかあって、じゃあ、例えばね、この、ね、データをちょっとこっちに移動させようかななんて言ったときに、ここですね、ほら、消えちゃったの分かりますか消えましたよね、今。移動させたら。 じゃ例えば、こうこう移動しますよね。はい、移動しましたと。そしたら、ここね、重ねたいのに、消えちゃってますよね。空間に引きずり込まれましたよね。あ空間に引きずり込んでやるってことになって、消えちゃいましたよ。もうこれ困りますよね。重ねたりしたいのに、消えちゃう。っていうのが、これ、オーバーラップ問題なんですよ。で、これ、本当に、あの、地味なところに存在している機能なんですけれども、これ、オーバーラップなしってなってるの分かりますかドラッグのところ、ここ。 もうほんとね、基本的すぎる機能が故にね目立たないなんですよねこれあのオーバーラップなしってやつをこれオーバーラップに変えましょうっていう話なんですねそうすると重ねても消えないみたいなほらちゃんとレイヤーされてくれるっていうことになるんですよね消えないねそうなのでこのオーバーラップっていうのはなしにして作業した方がいいのかなと僕は思ってます そしてですね、このクロスフェードっていう項目ありますよね。このクロスフェード。これは何かというと、オーディオリージョンの場合なんですけれども、これ重なったところでクロスフェードしてくれるんですよ。わかりますかほら。ちょっと分かりやすくするために、こう聞いてみましょうか。こうすると、終わりますかつまり、クロスフェードすればするほど、バッテンがね、ほら、すごいあの複雑になりますよね。まあ、このバッテンの度合いというのはね、実はこれ、ドラッグすれば、まあ、変えられるんですけれども、 こうやってあげるるととこここののよううにににねねスムーズに切り替わっっててくれるとこれれ例えばラジオ編集もも役立つかもしれないですねこうやってクロスフェードにしてあげると非常に重ねるだけでクロスフェードされるのでとても楽ですちなみにこれがねオーバーラップになっているとどうなるかっていうとまあ上に重なるんですよそのままオーディオがほら重なってオーディオの場合はですね上にあるもののみが再生されます 優先されるのででそこだけ要注意です,わかりますか今上ですよね今上にこれ重なってるんですよこっちが。なので上に重なってる方が優先されるのでそこだけはですね要注意し,たしましょう。でそしてですねさらにさらにここにシャッフルってありますよねシャッフル R と L ってあるんですけれども。 これちょっとわかりにくいんですけれども、まあ、リージョンをね、移動したりとか、サイズを変更した時ですね。もしくは削除した時に、まあ、こう、右とかをね、こう、長さとかをまあ詰めてくれるんですよ。位置をまあ揃えてくれるっていう機能なんですよね。じゃあ、例えばシャッフルの R にしましょうか。R にしてあげて、この青いリージョンをデリートで消します。そうすると、ほら、右に寄ってくれましたよね。この緑のが。わかりますか戻しますね。じゃあ、例えばシャッフル L にしましょうか。 L にししてて、あげこの青いレジオン消します。そうするとほらこのね薄い緑色が左に寄ったの分かりますかつまり言うとシャッフルっていうのはそういうことなんですそのように位置をね揃えて詰めてくれるっていう機能なんですこれシャッフルじゃない普通の状態で青色を消すと当然ほら青色のみがね消えてえ中身がすっぽり抜けるわけなんですけれどもシャッフルはね、R にすることで消すとほら 右によるっていうことなんですね、えー、例えばこの状態でリージョンをドラッグすると、ほら、入れ替えっていうのもできるわけなんですよ。簡単に。ほら、簡単に入れ替えられる。普通入れ替えるときって、オーバーラップモードだと、よいしょってやってね、えー、こうやって、よいしょってやるか、もしくは一回これをね、えー、ここまでやって,やって、えーね、ショートカットでこう移動させてみたいな。 っていうことをやんなきゃいけなかったので、これ非常にめんどくさいですよね。これ移動させてから、こっちもこうとかやってると、本当にもう、あの、労力かかっちゃうので、もう,こうね、入れ替えたいときは、シャッフルっていうのをやってあげて、これ、ほら、入れ替えがもうすごい楽なわけなんですね。で、さらに、えー、リージョンを短くするとどうなるか、シャッフル R の場合は、ほら、右によるんですよ。消した分、右による。ですけれども、まあ、L の場合はどうなるかっていうと、ね、こう短くした分、 こっちの右側の方がね、左に寄ってくるっていうね。まるでテトリスのような感じですよね。もう消したら上の方がドンって降りてくるみたいな。<laughs> っていうことなんです。左方向か右方向かの違いなんですね。このシャッフルっていうのにね、うっかり気づかずになってしまうと、えー、バグったように思,う思っちゃうんですよ。えー、リージョン消したのになんで勝手にこれ詰まっちゃうのみたいな。<laughs> えー、僕、えー、違う違う違う移動したいのに移動したいのになんかなんかちょっとシャッフルだからあ右に移動しちゃったとかなんかよくわ,わけのわかんないことになってしまうんですけどよく見るとね実はシャッフルになっていたみたいなことがあるので要注意ですそしてねこの意味を知らずにねシャッフルっていうのを使ってしまうとなんかそうあれなんか自分がやりたいことと全然違う 共同するんだけど、どういうことどうしようってなっちゃうんですね。なのでね、この動画で今皆さん見ていただいたので、このシャッフルの意味が何なのかっていうのをね、えー、分かっていただけたと思うので、ぜひこのシャッフル機能もですね、時と場合によって使ってみてください。僕のチャンネルではこういった基本機能やですね、さりげない機能だけでなく、アレンジの、ね、お作法などもお伝えしているので、ぜひコメント欄で絡んできてくださいね。チャンネル登録もいつもありがとうございます。きっくんでした。ありがとうございました。ナイス DTM!